はい、こんにちは、勝間たんです。ということで今日はですね、なんと なんと勝間たん公式グッズが発売します。イエーイ。ということで、まあ、告知動画というか、もう多分これ発売してる動画かな。どっちかわからないけど、もう早速もう言っちゃうけど、下の概要欄にリンク貼ってあります。タイトルをパッと押していただくと、勝間たん公式オフィシャルサイトみたいな感じで、このグッズが買えるサイトに飛べますので、そこでね飛んでいただいて購入していただくと、必ずね保護者の方が、目を通して操作してください、やってください。で、何を売るかというと、もう今来てます、実際来てます、こちら勝間たん T シャツ、イエーイ。こちらとこちら、じゃん、2種類あります。2種類、これはね枠なし、これはキャラクターに対して枠がついてます、いっぱいね。で、これ何かというと、真ん中僕です、勝間たん、頭にね眼鏡して、まあこんな感じで勝間たんで、キャラクターこれも全部俺全部俺です。これなんか前髪風俺の前髪風、ちょっと今日は髪型全然違うけど、いつもこうなってるじゃんこの前髪風でしょ。でこれはドラゴンで、俺の名前が龍って入ってるからドラゴン。これね、なんだっけかな、なんかよくわかんないけど俺をイメージして作ってくれましたなんだこれ、全部オリジナルキャラクターです。はい、名前はないです名前はないです。ただ自分で、これがいい、こんな感じで作ってくださいとお願いしたらやってくれました事務所のウームがねやっていただきました。ね、ムーというね、ムー、ウームが運営する、そのクリエイターのグッズサイトのムーというサイトで勝間たんって調べると多分出てきます。それが下にあるリンクですね。で、気になるお値段、1枚3000円です。で、サイズはもう小学生でも着れるキッズサイズから僕でも着れるこの大人のサイズまで全部用意しております。はい、で、色に関してはホワイトとブラックだったかな、裏面は何も書いてないです、無地です。なので、まあこれ買ってね、こう着ていただいたら、後ろに俺と会えたらサインしてくださいって言ったら、もう後ろにでっかく俺のサイン書いたりとかもできますし、まあ何でもいい何でもできます。ちょっとかわいいね。で、僕もう一個チャンネル持ってて、もう一個ね自分のこう T シャツをいつも着てるんですけども、これはね俺の顔がねこうやって貼って勝間たんミュージアムって書いてあるんだけど、でもこっちはね、まあ文字なしで、まあなんかこう、まあ言っちゃあれだけど、ちょっとポケモンみたいなでもこれは本当にこれ俺のキャラクターだからぜひ皆さんね、気になる方は見てみてください。で、あと他にもアクリルキーホルダー、この柄のねやつ、キーホルダーとかあるし、あとね、もしこの売れ行きが良かったらかよくわかんないけど、第2弾で、ポーチとか、あとね缶バッジとかもなんか作るかもしれない、多分作ってると思うんだけどなので、まあお早めに、なくなっちゃうかもしんない在庫が、俺もちょっと把握できてないんだけど、もしかしたらなくなっちゃうかもしんないから、できればお早めにお願いしますぜひみんなこれ買ってきてね自分でも買うわ俺、とりあえず2着は持ってるけど自分でも買います。
で、あの知り合いの子とかにこうあげてきてっつってて来てもらおうかな。どう？どう？変じゃないでしょ。変じゃないよね。似合ってるよね。白も着てみようか。どんな感じになるか。上からであれだけど。あ、白もいいね。あ、でも白ちょっと浮くな。ちょっと黒の方がいいかもね。まあ好みによるけど、白はちょっとキャラクターすごい目立つな、意外と。でもこのキャラクターの印字されてる感じだと、このね黒の方がねすごくいい。黒の、いやだから縁ありがいいのかもな。これキャラクター縁ありがいいかもしんない。まあぜひ見てみてください、サイトね。本当にお願いします。まあお父さんお母さんにね聞いて、買ってもいいって、欲しいよってねだってね。それではまた明日お願いします。